はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はなんと、とんでもないものが発売されました。はい、こっちはチューハイです。宝の、缶チューハイの、なんとプラムという味。まあ、桃みたいなやつです。35周年の、アニバーサリーと書いてあります。これ俺見たこともないよね、これ。飲んだことないです。アルコール度数が 8% で、果汁が 0.5%。こちら期間限定となってます。期間限定ね。これはね、まず宝缶チューハイっていうか、宝酒造のマニアとしては確実にこれ、うまいんじゃないの。元祖辛口缶チューハイ、復刻デザイン。新数、1984年。美味しさの理由、樽貯蔵熟成酒と、クリアな、炭ろ過水。原材料名が焼酎括弧国内製造と、梅酒と、梅エキスと、糖類と酸味料と香料。となっております。宝缶チューハイといえば、まあ、値段が非常に高いんですけど、非常に美味しいという、個人的にはね、美味しいチューハイなんで、これがなんとね、プラムという、桃ですね。いわゆる。これの味がなんとあった。これ購入したのが、格安っていう、あれですね。うん、格安。東京の、格安という、格安って、まあね、ネット販売をしてるところですね。うん。そちらで購入いたしました。それでは皆さん、乾杯。おぉ。ああ、桃だわ。ああ。この缶チューハイシリーズは、まあ、普通のチューハイって大体1本100円ぐらいするでしょ。350cc で100円ぐらいなんですけど、この缶チューハイのシリーズ、レモンとかはもう大好きなんですけど、値段が若干っていうか若干どころかかなり高い。180円ぐらいで、売ってると。非常に高いんです。あ、桃だ。これ桃です。で、まあ、180円の価値はあるか、という話にはなるんですけど、まあ、個人的には非常に、クオリティは非常に高いと思ってます。うん、まあ、まあ、これ人によりけりですけどね。だから100円と180円で 1.8 倍も値段変わってるってこと、違うわけでしょ。で、1.8 倍も違うって、まあ、普通に考えたらおかしな話ですよね。でも、この宝の缶チューハイっていうのは本当に美味しくて、うん。半端ないですよね。うん。プラム。焼酎のうまさが引き立つ甘酸っぱさが楽しめる辛口の味わい。1984年の、新発売当時の、ラインアップフレーバーと書いてあります。これがだいたいまず180円ぐらいで。売ってました。
おすすめ の飲み方、氷を入れたグラスで飲むと宝缶チューハイの美味しさがさらに楽しめます。美味しくなる理由、一つ、グラスに注ぐと炭酸の泡立ちにより豊かな香りを楽しめます。二つ、氷が溶けてアルコールに馴染むと香り成分が立ちやすく風味豊かに感じられます。その3、味わい深い樽貯蔵熟成酒を使用しているので氷が溶けても飲み応えのある美味しさが最後まで楽しめますとなっております。はっきり申し上げますと、チューハイの中で、レモンチューハイ。チューハイのレモンチューハイっていうのが、まあ、ありますよね。ほとんどの場合、レモンが、大体、まあ、かなりの割合を占めてるわけですけど。正直言って、さすがに値段が 1.8 倍もする理由は、まあ、ものすごい美味しいってことです。簡単に言うと。俺もいろいろレモンのチューハイはむちゃくちゃ飲んできましたけど、多分これを超えるレモンのチューハイはおそらくないですね。うん。俺が多分、金を持って、まあ、金持ちで、年収1億円ぐらいあったら確実にこれをね、毎日飲むような候補に入れます。うん。やっぱね、伊達じゃないんですよ。値段が高いのは伊達じゃないんです。本当に。このプラムも、ほとんど桃ですね。うん。うん。桃です。で、やっぱ若干やっぱ甘いですね。レモン、宝缶チューハイのレモンに比べると、明らかに甘さがある。うん。でも、まあ、難しいな、これな。でも俺、宝缶チューハイのこのプラムは、一回も見たことないから。これは本当に、レアですね。これは季節限定となってるんで、期間限定です。うん、宝の、推しの方。あ、こんな味わいあったんだって感じするね。桃ですよ。桃。他のレモンとかに比べると明らかに甘さがやっぱり、桃だけあって、すごい風味が甘くて、まあ、実質甘いです。うん。うん。事実として甘いですね。まあ、基本的にこの、宝の缶チューハイは、まあ、そこそこやっぱ、
甘いかな。焼酎ハイボールのシリーズで言うよりも、あの甘いです。うん。うん。なんだけど、いや、ちょっと新鮮ですね、これ。めちゃくちゃ新鮮。これは新鮮ですね。プラム。そもそも、宝の缶酎ハイでプラムなんていうのは存在してたことすら俺知らなかったんです。うん。うん。多分、タカラのこの缶チューハイシリーズで言ったら一番多分甘いですね。うん。一番甘いです。日本初の缶入りチューハイから、当時のデザインを模した、復刻缶が登場。宝缶チューハイ、復刻デザイン缶限定発売。今年で発売35周年を迎えました。はぁ。俺が生まれる前からもや、これあれなんだ、あったんだ。ちなみに、これは一応4種類あるんですよ。プレーンとレモンとプラムとグレープフルーツの味が4つあって、んで、その中で、期間限定。一応全部期間限定なんですけど、その中で最もレア度が高いであろう、おそらくこのプラムさん。こちら。と、プレーンってやつ。まあ、いわゆる、特にその味付けしてないというか、やつね。そういうことです。うん。こちらを、3月の19日から期間及び数量限定で新発売すると。レモンとグレープフルーツは12月までの期間限定。だから今から考えたらもう、あれですね。あと8ヶ月ぐらいあります。うん、8ヶ月ぐらいあるんでまだいいんですけど、このプレーンとプラムは数量限定で発売です。だから、レア的に考えると、このプラムっていうのとプレーンが非常にレアです。うん。これさっさと買った方がいいでしょう。はぁ。だから缶チューハイでこんなに甘いのあるんだっていう。これびっくりっすね。うん。多分このシリーズで言ったら多分一番、この缶チューハイシリーズで一番甘いとは思います。うん。宝缶チューハイは1984年の1月の24日に、日本初の缶入りチューハイとして発売されて、今年で35周年を迎えます。宮崎県にある当社の、焼酎蔵、黒壁蔵で作られた
樽貯蔵熟成酒や、クリアな、スミロカ水を使用した辛口のプレミアムチューハイとして競争が激しいチューハイの市場の中でも今なお多くのお客様に愛されているロングセラー商品です。すごいですよね。だって普通のさ、チューハイに比べたら 1.8 倍するんだね、値段。1.8 倍すんのよ。それでも売れてるっつうのかな。だから、1.8 倍のその価値があるっていうことですよ。それほどうまいんですよ、この、缶チューハイシリーズは。うん。だから、もうなくなっちゃった。まあ、中杯の中で言ったら、ほとんど最強レベルの、中杯なんですよ。俺が思う、中で。うん。うん。何がうまいって、これ、焼酎がうまいんだよ、結局。うん。これは結局、焼酎の、味。この、樽貯蔵熟成酒っていうのと、まあ、クリアな、スミロカ水と、なってますけど、あれ？ちょっと待てよ。そもそもプラムって何のあれなの？プラムってどういうあれなの？スモモです！スモモか。え？スモモ、あ、スモモか。プラムってスモモらしいですね。ん？今この原材料を見て思ったけど、梅酒と梅と梅エキスが入ってて、え、じゃあプラムって梅なの？って話。そう考えてみると確かに梅っぽいな。ググったところによると、プラムとスモモの違い。スモモの、果実は桃に比べて酸味が強いことが名前の由来になっていると。漢字では、リ。中国語でリでスモモと書かれると。これ実家にあった。うん。実家に。実家にこのスモモがあって、うちの農家だったんで、食べましたけど、美味しいですよ。うん、スモモ。うん。確かに、桃とは、違う。桃はやっぱ明らかに甘いんですよ。もう、甘さしかないんですよ。酸っぱさはないんですよね。スモモは酸っぱさと甘さが、半々ぐらいですかね。うん。スモモとモモは違う部類らしい。スモモは、スモモもモモの、モモのうちっていう早口言葉がありますが、実はモモとは違うバラ科の植物になります。へぇ。スモモには、日本スモモと西洋スモモとアメリカスモモがあります。
果皮の、色や味は品種によって様々。あ、これあれか。ははーん。プラムとは、スモモは和名であり、英語では、プルーン。これプルーンだ、この味。はあ。ああ、そっか。なんかね、確かによく味わってみると、梅の味と、桃の味と、プルーンの味がなんか合体してるような感じがする。うん、そんな味っすね。なんか、さっきから飲んでて、桃の味って言ってたけど、実質、ここの原材料名に書いてあるのは、もう、梅酒と梅と梅エキスですからね。これ梅なんじゃねえの？って考えると、確かに梅だな。あ、確かに梅だ。これあれだな、すごいな。なんか自分の、プラムって桃、まあ桃みたいなもんです。で、人間ってなんか、勝手な思い違いで、いわゆるプラシーボ効果的なやつですよね。もう自分で、思い込んだら、もうその味になっちゃうみたいな。でもよく考えると確かに梅だな。これ梅酒の味するな。なおかつ、確かに桃って言われると桃の味もするわ。で、プルーンって言われると確かにプルーンの味もするな。うわぁ、これわかんねえわ。西洋スモモ。西洋スモモイコールプラムと。はぁ。西洋スモモが、日本でもおなじみのプラムのことです。日本では生食が主ですが、西洋では、コンポート、マーマレード、ジャムなどや、カンカにして、利用することが多いのです。実は呼び名が違うだけで、プラムも、スモモも同じ植物なんですね。果物ですね。ああ、確かにそうなんだ。はっは。プルーンとは、西洋スモモと呼ばれるものの一種で、果実は基本的に楕円形で、果皮が、赤紫から青紫色をしています。あ、これ食ったことある。プルーンは。美味しいです。うん。昔、ありました。CM で。ミキプルーンとか言って。ミキプルーンみたいなのあったよね。だから、桃に比べると、このプルーンとか、スモモっていうのは酸味があるんですよね。もう桃って、甘みしかないじゃないですか。でも、このプルーンとかは酸味があるんですよね。
そっかそっか。ああ。でも酸味があるってなると、まあここにも書いてある通り、梅なんですよね。梅、いわゆる青梅、梅酒。確かに梅酒も、まあ、梅酒もやっぱ酸味あるじゃないですか。そう考えるとすげえな、これ。だって、ここに表記してあるのプラム、プラムって書いてあるのに、実質、プラムの果汁を使ってなくて、梅酒と梅と梅エキス使ってるんですよ。梅なんですよ。梅なんですよ。梅なんだよな。はぁ、あ。だって梅とプルーンでね、プラムって、全然違うでしょ。もう名前も形も色も違う。はあ。これ人間のこの想像力よね。有名なとこで言うと、いわゆるプラシーボ効果ってやつですよ。プラシーボ効果。プラシーボ効果っていうのが、わかりやすく言うと、じゃああなたは癌になりました。ね。俺癌になったとすんじゃん。実はこの癌、特効薬があるんです。って言われて、俺がその特効薬っていうのを完全に信じ切ったとすんじゃん。マジで、それ、この薬飲むと確実に治るんだ、みたいな。実際は、ただの、砂糖です。とか、砂糖とか、その他の類。カプセルに入ってるの、砂糖なんですよ。でも、このプラシーボ効果ってのすごくて、人間での思い込んだことだったら、例えば、その癌が、癌ってほら基本的にまあ、あれじゃん。治せない病気みたいな感じでしょ？でも、ただの砂糖、中身砂糖入ってて、明らかにその、何にも効果ない、効果ないですよ。その薬を飲み続けると、その人が、信じ切ってるから。でも信じ切ったことによって、なぜか、全くもって作用がない、砂糖だったとしても、治るっていう、その事例が、数多く存在するんです。まあ、つまり、病は気からって呼ぶじゃん。ね？そういう、よく言うでしょ？それと同じなんです。全くもって、そのカプセルの中には、薬の中には一切、ね？癌をね、治す作用なんて一切ないのに、その本人が、信じ切ったことによって、なぜか、治ってしまうって。多分、おそらく現代医学でも、証明、いわゆるなんでそうなるかっていうのを、
わかんないですよ。これがすごいなんですよ。すごいんですよね。だから証明できないんですよ。現代科学でも証明できないことが、起こってるっていう。で、現代医学でも、証明できないことだって、いわゆる、結構あるんですよ。俺が、驚いたっていうか、まあ、すげえ不思議だなって思ったのが、あれですね。冷凍庫あるじゃん。ね、冷凍庫。冷凍庫の中に、水道水をバーって入れて、そのタッパーかなんかしらに入れて、置きました。ね、冷凍庫だから凍るじゃないですか。何時間経ったら、何時間かすれば凍るでしょ。で、その凍った時間が、凍るまでの時間がだいたい24時間だと仮定しましょう。だがしかし、なんとびっくりすることに、普通の常温の水が、24時間でようやく凍ったとして、ね、凍ったとすんじゃん。じゃあ、で、24時間で凍りました。で、では、水を沸騰させます。めちゃくちゃ熱いです。100度です。ね。100度にしました。その100度の状態で、冷凍庫に入れました。普通に考えれば、明らかにね、誰が思っても、沸騰させても100度なんですよ。沸騰ってだいたい100度でしょ？水は。その時点で冷凍庫に入れました。普通に考えれば、100度の方は、遅く、当然その普通の水、常温の水よかも、遅く凍るはずですよね。普通に考えたら。だって温度が高いんですから。それなのになぜか、沸騰させた水の方が早く凍るんです。これトリビアですね。これトリビアなんです。これはまだもう現在ではもう、解明されてない事実。なんですよ。これ不思議だよね。本当に不思議だよね。もう不思議を通り越しても何なのかって話だよね。だから現代医学ではもう一切、現代医学というかその科学的にまあそのいろいろほら研究してる人いるじゃん。もう誰もわかんないんですよ。なぜ沸騰したやつの方が早く凍るのかって誰もわかんないんですよ。俺も本当に驚きました、それは。うん。俺よく、俺結構その、そういうの好きなんで、理科とか、ね、
そういった、理科とか生物とか、あと科学とか化学とか、好きなんですけど、これはほんとすごいですよね。だからに、日本のこの現代医学で、一切、ね、全くもって、理解できてないんですよ。この現代科学で。すごいと思いませんか？普通に考えたらそうだよ。だって100度なんだもん。100度の、沸騰したお湯をさ、冷凍庫に入れました。普通に考えたらお前、時間かかるべ。それなのに、そっちの方が早く凍るってんだからな。だから、まあ、現代の医学で証明できないことっていうのは、やっぱ意外と いくつもあるんですよね。まあ、さっき言ったプラシーボ効果もね。ただの何の変哲もない。ね。ただの砂糖をカプセルに入れて、これ絶対治りますって。これ特効薬なんすよって言って飲ませてたら、本当に治ったとか。すごいと思いませんか？これ科学は、俺好きなんで、すごい不思議なんですよね。うん。本当に不思議なんです。だから今21世紀ですけど、21世紀にもなって解明されてない謎っていうのは意外と多いんですよ。だから、やっぱりそういった、まあ、謎っていうのは、まあ、いつの日か解明されるかもしれないですけどね。少なくとも現時点で、2019年の3月の28日時点で、全く、解決できない。なんでなるのかっていうのがわかんないことっていうのは、いっぱいあるんですよ。それって面白くないですか？まあ、俺が結構理科とか、科学とか生物とか、好きなんで、まあ、面白いって思うんだろうけど。まあ、でも本当に、あれっすよね。本当に不思議なことなんですよ。俺が昔、高校生の時に、その高校が、偏差値35の高校で、
なんと偏差値が35というクソみたいな、あの、頭の悪い人間が集合体になっている、あの、とんでもない高校だったんですけど、その高校で、まあ、いろいろ習うじゃないですか。でも、そういった、俺もうごめん、何言おうとしたか忘れちゃった。うん。まあいいや。マジでちょっと、わからん。まあ少なくともそのクソみたいなバカ学校でも、俺はわりかし、まあ、その高校では本当に、いろいろ学んだことっていうのはやっぱりいっぱいありますね。うん。数学とかは嫌いなんですよ、これ。数学は。思い出した。数学の先生がね、こういう話をしたらしいです。俺の兄貴が、その高校出身な、出身ちゃうわ。その兄貴が、その俺が入った高校の、と同じ高校なんですよ。うん。で、まあ、兄貴とは2歳、年が違って、まあ、兄貴が3年生の時ですね。高校3年生の時に、俺が高校1年だったんですよ。で、その兄貴から聞いた話によると、こういう先生がいました。数学の先生でね。どういう、すごい、感銘を受けたみたいな言葉がありました。それは何かっていうと、数学っつうのは、答えが、たったの一つしかない。だから、簡単なんだよって、言ったらしいです。数学っつうのは、詰まるところ、一通りしか答えがないんです。でも、国語とか、理科とか、だと、特に国語とかですね。もう何種類も答えあるんですよ。でも、数学は、一つしか答えがないんです。これがどういうことかっていうと、だから、数学っつうのはすげえ簡単だと言ったらしいです。あ、確かにそうだなって。確かにそうだよな。だって国語なんてさ、現代社会とかさ、なんていうの？古文とか漢文とか、あるっしょ？あれ、
いくつも答えあんじゃん。でも数学たった一つしかないんだよって。だからすげえ簡単なんだよって。言ってたらしいっす。俺もその言葉は本当に兄貴から聞いたんですけどね。すげえなって思ったよ、確かに。いわゆる逆転の発想っすよね。国語とかは、ね、いくつも答えがあるから。ややこしいだろ。いくつも答えがあったら、どれが本当の答えかなんて、誰もわかんないんですよ。でも、数学っつうのは、答え一つしかない。だから、数学っていうのは、ものすごい、簡単なんだよって。で、その数学の先生が言ってたらしいです。確かに俺もそう思うよな、確かにな。確かにそうだよな。だって答えがさ、いくつもあるってさ、非常に曖昧なんですよ、結局。その採点する、教師によっては、丸なのか×なのか、っていうのは結構、その人間によって変わってくるんですよ。うん。だから、数学なんてたった一つしか答えねえんだぜって。一つしか答えがないからこそ、他にいっぱいある答えっていうのは、教師の、その人間によって、採点する人間によって変わるんです。だから、数学っていうのは最終的に一つしか答えが出ない。つまり曖昧なことっていうのは全くできないんですよ。だから、数学っていうのはとんでもなく面白い、簡単なんだよって。うん。言ったらみたいです。確かにそうだよなって思った。ちなみに、全く関係ないですけど、俺の兄貴、俺三人兄弟なんですけど、全部男なんですよ。で、俺が今31歳で、兄貴が33歳です。2個上なんですよ。で、下の、俺の弟がいるんですけど、弟は4歳下です。だから、4歳下だから、27歳ですね、今。で、多分一番俺が頭悪いんですよ。これは本当の話。俺が一番頭悪いんです。なんでかって？俺だけです。高卒で、
高卒で、就職したの俺だけです。他の兄貴と、弟は、専門学校どっちも行ってるんですよ。専門学校。うん。専門学校行ってるんです。だから単純に考えたらもう確実に俺が一番下っす。頭悪い。もうとんでもない、バカです。うん。まあ、ということです。まあ、これ以上はあれですね。まあ、だからもう、なんか、ずーっとなんか、思ってましたね。三人兄弟の中で、まあ、俺真ん中なんですけど、一番、とんでもない、クソみたいな人間ですねって、ずっと思ってました。今も変わりません。うん。ということで、これはプラムはちょっとなぁ。割かし甘いんですよ、これ。これは割かし甘いんですよ。コクは、うん、でもこれはでもこれ宝の缶中杯でこれはあれですよ、レアですね。今のうちに買わないとこれ飲めないですから。これプラムは相当レアですよ。本当に。2444です。ご視聴ありがとうございました。